相川良次、相川良次、相川良次、1976年7月11日体は、千葉県市川市出身の元プロ野球選手、保守、独身、野球解説者、野球評論家、現役時代は横浜、ヤクルト、巨人に在籍した。弟は、ファッションモデルで俳優のことぶ木座と、兄の影響で5歳で野球を始め、 小学2年生の時に地元市川市のリトルリーグに入る。この時のチームメイトにはジージー佐藤がいた。子供の頃は横浜太陽ホエールズとヤクルトスワローズのファンで憧れていたプロ野球選手は屋敷要と池山龍館であった。父がバスケットボールをやっていたこともあり野球だけでなく様々なスポーツに取り組んでいた。中学校までは投手… 東京学館高校に入学後は外野手だったが、2年生の冬、外野守備を見ていた、社会人チームの監督からの勧めで強権を生かしたに、保守へ転校。一学年下には後に、プロでも同じチームに所属する石井宏都氏がおり、バッテリーも組んでいた。足も速く、3年生の春からは1番保守として活躍。高校時代は通算1 5に安打を記録し、 夏の千葉県大会はベスト8で敗退。保守経験は4ヶ月ほどだったが、地形の強さとバッティングセンスを買われ、1994年度ドラフト会議で横浜ベイスターズから5位指名を受け入団。同期には田村一志や福森和夫がいる。保守としての経験が浅いままプロ入りしたため、入団後しばらくは育成担当コーチの指導にただ、ついていくという日々が続く。 2年目の教育リーグで首位打者となり打撃が開花。シーズンに入ってからも2軍で安定した成績を残すが、チーム事情から保守のポジション争いが激しく、出場機会を得るために外野を守ることもあった。一軍公式戦の初出場は入団5年目、8月21日のヤクルト戦、9月3日の阪神戦で初安打を放つ。よくは、 当時の聖宝守、谷重元信が戦線離脱したのをきっかけに14試合続けてスタメン出場し10勝4敗とチームを引っ張り8月25日の巨人戦では桑田雅美からサヨナラ安打を打つなど徐々に頭角を表す森正明監督1年目のも谷繁の控えながら代打などで活躍を見せ勝負強さを発揮する 5月3日のヤクルト戦で高校の後輩である石井博都からプロ初本塁打を放つ。オフに一度背番号25番への変更が決定し、発表されたが、変更するなら一桁という相川本人の強い、希望から25番のユニフォームを着ることなく59番に戻った。は、谷繁の遺跡により初の開幕スタメンを果たすなど、正保守候補と期待されたが、 度重なる故障で離脱を繰り返し、谷繁と入れ替わる形で加入した中村武氏がレギュラーとしてスタメンにつくことを多かった。も、中村と併用が続くものの5割近い盗塁素子率を記録し存在感を見せる。この年からバッテリーコーチに就任した副大佐尾の基礎からの徹底的な指導により自信を取り戻し、技術を身につけ、リードに成長をもたらすこととなった。 はシーズン中にアテネオリンピック野球日本代表に選出され同メダルを獲得。アテネオリンピック時に裏方として貢献してくれた相川に、上島が自身のキャッチャーミットに、投手陣からの名字とサインを募って贈呈。相川はそのミットが宝物と公言している。アテネ五輪公式 DVD より、帰国後は好調な打撃を発揮し、 中村の不信もあって、初めて100試合以上、102試合に出場した。は、自己最多の144試合出場を果たす。チームも4年ぶりの A クラス入り。前年まで投げかい状態だった。投手力も安定しチーム防御率もリーグ2位となるなど、投手陣を引っ張り正保守の座を、不動のものとし、は、第1回 WBC 日本代表に選出される。 この年から2008年まで横浜の選手会長を3年間、務め、名実ともにチームの顔となった。は、開幕から器用な打撃力で高打率を保つ。プロ13年目にして、オールスターゲームに初出場。シーズン終盤、規定打席に到達させるために2番スタメンで出場したこともあり、初めて打率3割台を記録した。 右肩の故障もあり通る磯市率は250と低迷したが、講師ともチームにも打球団にも強い存在感を見せた。北京五輪の代表候補選出では肩の故障が考慮され、星野千一監督も相川の招集を見送るつもりだったが、手術を先送りして代表入りを熱望し、ギリギリまで代表の合同自主トレに参加していた。シーズン終了後、 痛めていた右肩関節唇の手術を行った。契約公開で球団の提示額に不満を持っていたが、同時期に開催したクリスマスパーティーには女性を中心とする200人以上のファンが週また、当初は20人集まれば良いとされていたイベントであったが、予想以上の人気により、球団も考えを変え推定年俸1億円の大台に乗せ、イケメン査定として話題となった。 は、手術明けや故障で試合を欠場することも多く、チーム成績の低迷もあり、若手保守に出場機会を譲ることもあった。持病の腰痛の再発もあって101試合の出場で、規定打席には届かず打率、255にとどまった。オフには、海外 FA 権を行使し、アランニーロを代理人として、メジャー挑戦を目指した。 MLB の複数球団と交渉するも契約がまとまらず1月16日唯一オファーしていた東京ヤクルトスワローズへの入団が内定。これはヤクルト球団史上初の FA 補強となり FA 補償は金銭補償となった。相川が入団した際に球団と古田敦也が推薦する選手が出るまで決番となっていた背番号27を提示されたが 本人が辞退している。は、開幕からスタメンマスクをかぶり、女房役としてチームの校長を支え、オールスターゲームにも選出された。前年まで低迷気味のヤクルトだったが、この年、チームは初のクライマックスシリーズ進出を果たし、相川も2年ぶりに規定打席に到達した。相川は9月28日に左脇腹肉離れで登録抹消され、 クライマックスシリーズには、怪我を押して出場するモームは敗戦。は引き続き正保守を任される。開幕当初は、打撃不振だったものの徐々に、打撃の調子が上向き、打率2割台から5月には3割台にまで戻し、打順も上がって、主に6番を打ち下打線を支えた。最終的には打率、293に加え、6月4日の西武戦から6日のロッテ戦にかけて、 自身初の3試合連続本塁打を放ち、自己最多となる11本塁打65打点を記録した。また、チーム防御率もリーグ2位と、リードでも貢献し、攻守に充実したシーズンとなった。8月26日の阪神戦で、ワンバウンドしたボールを右手に当てて、親指の剥離骨折と亀裂骨折と診断される。一度は、出場を見合わせるが、 代わりにマスクをかぶっていた2番手星の川本良平も試合中に人体断裂し離脱。チームも優勝争いしていたこともあり骨折をしたまま最終戦クライマックスシリーズまで強行出場した。また同年10月25日のレギュラーシーズン最終戦の対広島24回戦神宮城での7回表には同年限りで現役を引退する高校の後輩である 石井博俊が、当番、2004年のアテネ五輪以来かつ最初で最後となったプロ公式戦でのバッテリーを組んだ。先頭打者の松本孔明から3級三振を奪い、石井の引退試合に花を添えている。は、チームのキャプテンに就任。4月12日の DNA 戦で、守備の際に、相手打者のファウルチップを足に受け右足親指の、末節骨骨折と診断され、 開幕早々と離脱する。骨折から回復し一軍に戻ったものの、今度は8月16日の広島戦で、ワンバウンド投球を止めに行った時に胸に当て左台、に、あばら軟骨を骨折。シーズン二度目の離脱となった。ヤクルト移籍後、規定打席に、初めて到達できず72試合の出場にとどまった。オフの12月4日に、 第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りしに大会ぶり2度目の選出となった。総合試合のオーストラリア戦では逆転3弾となる決勝本塁打を放ったこともあって、初戦のブラジル戦では負傷した安倍晋之助に代わって、 スタメン出場した。シーズンでは、4月6日の対 DNA 戦で、本類クロスプレーの際に、左検査関節のアダ球を覆い、この年も開幕早々離脱してしまう。全治2ヶ月の診断だったが5月25日より、復帰し、6月5日の楽天戦では6回に、青山孝治から2点本類打を放ち、史上27人目の全球団から本類打を達成した。 通算58本塁打での達成は、糸井義雄に並び当時史上最小通算本塁打数だった。現在は、大引き系の通算32本塁打での達成が最小。9月14日の阪神戦では、6回に本塁クロスプレーで、阪神、マット・マートンのタックルを受け月光。乱闘騒ぎとなり、両者ともに暴力行為で退場処分となり、 厳重注意と制裁金15万円が課された。また、この年2度目の退場となったマートンは一試合出場停止となった。この乱闘事件の前の5月にも、チームメイトの田中雅彦が、マートンのタックルを受けて、鎖骨を骨折しており、相川は田中に、次やったら、俺がやり返してやるからと約束していた。なお、マートンのタックルは問題視され、2016年に、 コリジョンルールが導入された。この年は打率278、6本塁打と昨年よりも成績を上げたが、出場試合数は前年より少ない66試合に終わる。は、若手の中村雄平が起用されたこともあり、前年よりも少ない58試合の出場にとどまった。シーズン終了後にフリーエージェントを宣言、年俸ランク B、 ヤクルトの木野笠球団社長は将来的に指導者の立場と思っていたと残留を要請したが第一戦でプレーしたいという気持ちが勝り出場機会を求め球団に巨人に移籍する意思を伝えたそれまで正捕手だった安倍晋之助の一類主転校を予定する読売ジャイアンツ巨人への FA 移籍がまとまり2014年12月8日に かつてのチームメイトで同じく DNA から FA 移籍を表明していた金達彦と共に入団会見を行った。背番号は23。二度目の FA 移籍は工藤君康、小笠原道博に続いて史上三人目だが保守では史上初となった。この人的保障として奥村天、進む内野手が巨人からヤクルトへ移籍。 3月29日の DNA 戦、東京ドームで遺跡後初スタメンを果たすと、ルーキーの高木隼人を高リードし、プロ初勝利をアシストした。しかし、4月2日の中日戦、名古屋 D で走塁の際に、右太ももの肉離れで登録抹消された。自身の離脱の間に、安倍が保守に復帰した。5月20日の阪神戦で一軍復帰を果たすと、 その後安倍は一塁一種に再転校した。自身は復帰後は打撃も好調で前半戦は規定打席不足ながら打率304を記録した。しかし7月28日の DNA 戦で左手首を骨折してしまい登録を抹消された。この故障が響き40試合の出場に止まるも規定打席不足ながら打率313と高いアベレージを残した。 この年のオフに監督となった高橋義信の引退によりチーム最年長となった。は3年目の小林誠治が正保守に定着したため代打での登場が多かったが、不審に陥り前年を下回る37試合の出場に終わった。7月30日の DNA 戦、東京ドームで8回に高木隼人の代打から途中出場し、1点ビハインドの9回西一塁。 三塁で山崎康明の初級を左中間に弾き返し移籍後発サヨナラだとなる逆転サヨナラ二点的時にイ打を放った。10月3日、今季限りでの引退を記者会見を行い表明。球団からはあと一年契約をしてほしいと言われていたが、若手保守の成長により自分の仕事をする場所がなくなったことと気持ちと体が追いつかなくなったことを理由に引退を決意。 コーチの打診が巨人側からあったが、人の人生を預かるにはしっかり勉強してからコーチになりたいとの理由で辞退した。同日行われたフルスヤクルトとの最終戦では9回表に代打で出場し、最終打席を内野安打で終えた。試合後、共にプレーした巨人とヤクルトの選手に胴上げされ、神宮球場が両軍ファンの相川ーコールに包まれる中、 横浜時代の背番号と同じ数字の8回中を毎23年間のプロ野球人生に幕を閉じ。2018年からは産経スポーツの野球評論家に就任。メンタルトレーナーの資格を取得。2018年10月22日、2019年から巨人の一軍バッテリーコーチに就任することが発表された。11月7日、背番号が発表された。 背番号は79に決まった。若手の頃から打撃の評価が高く2007年に記録した打率302は横浜の球団歴代保守の中では最高打率である。センター返しを意識した基本に忠実な打撃を特徴とし保守らしく配球を読んだ狙い打ちに挑む傾向がある。横浜時代は逆方向を意識したバッティングも 目立ったが、ヤクルトへ移籍してからはコースによって広角に打球を打ち分けられるようになった。速球に強く、内角の球にも強い。通算でも得点圏打率が高く、勝負強いバッティングも特徴。現役生活23年間、一軍公式戦19年間で、打率は横浜では、259、ヤクルトでは、261、巨人では、 260と若手時代からベテランになるまで安定した数字をキープし続けた。保守としては、公師ともに総合力が高く、横浜時代に長年バッテリーを組んできた三浦大介からは、当たり前のことがすべて当たり前にできる保守と評されていた。積極的に三級勝負に持ち込む、外角中心のリードを持ち味とする。立山昌平からは、 配ーやバッターに対する洞察力がすごいと評されている。トールイソシ率はレギュラーに定着し始めた2004年から2010年までの通算31%を誇る。特別な鉄砲型というわけではないがスローイングが安定しており、速い球を投げることよりもリリースの速さとコントロールを重視しているという。サイド気味の低いリリースポイントから、 野手が送球を受けて走者にタッチしやすいように、シュート回転の棒を投げる。レギュラー定着前は盗塁阻止率が低く、これを改善し二類送球を速くするため2003年から、利き足を右足から左足に変える。小学生の頃にサッカーをやっており、その時の利き足が右だったため極端に重心が左に乗っていたが、取ってから投げるまでを速くするために、これを強制したという。 また、小中高と外野手で、遠投の練習を続けてきたことが、保守になってから早急、肩の強さに生きていると語る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。